チン・ミズリンは、新末民発、満州国の政治家、外交官。字は、スズリスエ。新朝の巨人で、1902年、ベルギー公使館の随員となる。1908年、ドイツ公使館の代理二党三々となり、万国保護文芸美術半建公開会員も、兼任した。1909年、新朝の外務部参議に移動する。その翌年、 中央ストリア講師に任じられた。1912年、中華民国成立後も引き続き中央ストリア講師を務める。1917年8月、北京政府の対オーストリア戦線と共に帰国した。1918年8月から1920年9月まで、和薬研究回復会長を務める。1921年、ワシントン会議中国代表団の顧問を務めた。 1922年1月、北京政府外交部次長に任じられた。1925年2月、臨時執政団、機髄の下で外交総長に昇格し、関税特別会議委員長も兼任した。同年12月、巨へ内閣の成立とともに外交総長を辞任する。1927年6月、反副内閣で内務総長に任命された。翌年には、 ただし弁京都市政治をも兼ねている。北京政府法壊後の1929年、中東鉄路理事件東北変貌、司令長官公所参議となる。1932年に満州国が成立すると北満鉄路出席理事に就任する。1933年、満州国市政府の中令に任じられた。愛新格ラフ義が、 皇帝に即位した1934年3月、執政府中令から、改組されて、区内府大臣となった。1935年5月21日、参議府参議に移る。1940年5月、参議府参議から罷免され、再支府副総裁に転じた。1945年8月に、満州国が崩壊すると、陳水林は、ソ連軍に、逮捕されてしまう。 その後、チンはシベリアへ護送されかけたが、体調不良のために北安省に留め置かれ、同年中に同地で死去した。去年72、ありがとうございます。